はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女のリマスター版やっていこうと思います。まあ、こちらの濡れガラスの巫女ね、前回というか多分7年前くらいに出たやつなんですけれども、その時って Wii U だっけで、動画はアップしていますけれども、今回ね、プレステ5版でリマスターされましたので、こちらをやっていきたいと思います。では始めていきましょう。で、オプションで少し設定はいじったところなので、このままゲームを始めていきます。あ、こっからか、まず。例の顔が見えるように。あ、見える。最初見えなかったけど、よく見たら見えた。濡れガラスはそんなにやってないからね。あ、最初みゆちゃんか。そうか。みこもりだったね。ちょっと思い出しながらやっていこう。神隠し。前触れもなく人が忽然と姿を消す。手がかりはなく失踪者の行方を知ることはできない。神隠しにあった少女みゆ。彼女が目覚めたのは半ば水没した古い建物の中だった。雛咲みゆ。1の主人公ですね。これちなみに何作目？濡れガラスって。5、6作目くらいだと思うんだけど。まあでは最新の作品ですね。それがリマスター化されてます。PS5 でどれだけ画像が綺麗になってるか。で、濡れガラスはね、結構画像が綺麗な分、怖さっていうのもね、なんか少し薄れちゃってる気がするんだよね。多少ね、なんか画像荒い方がこう恐怖感っていうのが煽られたりするんですけど、そういうところもどうなってるかとはいえ怖い。そう、このなんか濡れ具合がいいよね。水にこだわってるらしいから、濡れガラスは。みゆちゃんはちょいちょい作品で出てきて、ワンの主人公で、あとは姿勢の声でも出てきてるんで、コントローラーがめっちゃブルってる。それ的にはね、姿勢の声もね復活してほしいんですよね。あれめちゃくちゃ怖かった。復活すんだよね、こいつら。ダッシュとかどうすんだっけ。先の扉に行けばいいのかな。出口周囲を見回す。あっちか、逆だった。あ、いきなりあ、なんかいきなりあった気がするね。これどうやって振りほどくんだ。勝手にこれイベントだっけ。歩く。これで走ってんな。水の中だから。てか振動が半端ないんだけど。出口を探そう。超寒そうで、押さないと走らないね。結構あれだ、感度がいいな。廊下の奥から明かりが差している。外に繋がってるかも。来るか。追ってきてる。逃げよう。走る。閉められたなんかもしかしたら似たようなリアクションをするかもしれない、前回やった時と。で、後ろを向く。もう来てんだっけ。あ、来てるわ。L2 でカメラを向ける。え、持ってんの？持ってはないよね。遮影機。振動がすごいな、コントローラーの。どこいけんだっけこれ。あ、いけるわ。そして箱。クイックターンちょっと練習しとこうと思ったらイベントが始まってしまった。稲崎美優は消えた。その声は山頂の社に封じられ、誰一人知って聞くものはなかった。音量がうろついている。ユーリ、レン、ミユ、3人の男女。操作キャラは3人ですね。ゼロ、濡れガラスの巫女。一の雫残影、小塚田優里。影見、光山と呼ばれる霊山の近くにのみ伝わる特殊な力。影見の力を持つ者は神隠しされた人や物の影を追うことができた。その日、小塚田優里は居候先の主人であり、影見の力を持つ女性黒沢ひそかと共に氷上山にある廃旅館を訪れていた。優里に影見の力を感じたひそかは、その力の使い方を教えようと影見の仕事に連れ出した。死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。一人。終わる時は一人なんだ。探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。三角で構える。キャプチャーエリア。あ、キャプチャーエリアこれ。あ、モーションだからこれコントローラーで動かせるんだ。なるほどね。射影が映し出すものは隔離よ。R2 で撮影。つまり隠された。うん、R2 こっちか。あ、ポイントもらえた。それはどこよ。ん？死後の世界に近い。あ、こっちね。あ、これ変えられるだけ縦と横。あまり深く関わらない。気をつけないと。2つの丸を同時に撮影。2つの丸ってどれ？あ、これとこれね。はい。3つ目の丸を探す。なんかあれだな、キャプチャーエリアを縦にして、あ、ちょっと操作方法変えようかな。どうしようかな。若干やりづらさがある。 L2 を押し続けてロックオンしながら撮影。ん？撮影された？わかんねえ。L2 を押し続けて、あ、そういうこと？はい。この辺り変わってしまったようね。賑やかではなかった。終了。これを持って。弔い写真。これが今回の様子。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ、中に入って。マップ、これか。戻ろう。 L1 たす四角フォトモード。え、気に入った場所を見つけたら撮影しましょう。もうこんな仕事嫌だよな。給料いくらもらえんだろう。廃屋調査みたいな。その写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真。なんか今霊的反応があったな、左上に。レンからの依頼なの。その写真はここで発見されたものらしくて、他にもないか調べてほしいそうよ。ちょいとでもカメラ感度がいいな。ほら、左にも霊的反応があるよ。え、なんかある。下構える。構えるのこっちか。え、びっくりした。君もついてはくんのか。はい、先へ行こう。アイテムはね、取っておきたいっちゃ取っておきたいけど、特にフィルムとかは重要だから。あー、なんか R2 でカメラ構えるボタン操作にした方がいいかもな。近づいてきてる。スルー。初仕事でこんなんな、マジでやめるよ。即退職します、もうこの場で退職しますっていう。こんな仕事もういくらもらってもやりたくないよ。地図見ながら行こう。戻ってる、俺戻ってんね。人かな、もうアドバイスしてくんないしさ。上司としてどうなの？ユーリ、待って。あ、アドバイスしてくれた。行き先を探る。R2、こっち。それはヨスナが見せる過去の影。残影。残影は目的のものへの手がかりになる。上もあるけど。影を追いましょう。まあ追うか。この時走れないんだよね。歩けるけど走れはしない。あれ、なんか前方にアイテムない。こっちに行ったよね。今こっちに行ったけどアイテム R2。 これさ、手伸びてくるんだっけ、拾おうとした時に。氷上山の霊落、古い本。氷上山は昔から霊場として崇められており、古い社など歴史ある建物と、これなんだか、大華経、大華経、わかんない。みそぎが淵に代表される自然信仰を感じさせる地形で参拝客を集めていました。なんかそんな感じ。温泉旅館があります。登山客が来ていました。今はいません。氷上山は大きな地滑りをきっかけに変わってしまいました。山頂の道が途切れて風景が一変して、観光地として整備されていた工事も中断されて、従業員家族を含め多くの死者が出て廃業を余儀なくされた。観光地の氷上山は死にました。自殺の名所になりました。死にゆく者が入るという山になりました。肝試しスポットになりました。そんな話です。あ、これでも射撃取れた？取れてなくね？過去の映像撮影ポイント取れなかったな今。そう、これ1回限りだからね。こっちもなんかあるけど開ける。あ、開けられるの？何かアイテムとかはない。ゲッ。しかも閉めやがった。開けっぱなしの方がいいのに。見えねえんだけど。影見が。この部屋かしら。行こう。鍵がかかっている。鍵が必要ね。遮液を使ってみましょう。霊視。遮液を通してみると見えないものが反応する。反応をロックオンして撮影することで関連する場所やものが映り込む。写真に映り込んだ場所を探し出せば何かが見つかるかもしれない。構えてロックオンで撮影。これさっきの部屋だよね多分。首が置いてあるけど、どこかの部屋の押し入れの中が光っている。タンスの上に人形が置いてある部屋。ここに鍵があるんだろうか。写真と同じ場所を探してください。映り込んだ写真は様子が霊視で見ることができます。ユーリ、一人で探してみて。私はここで待っているわ。それもすごいわ。よくこんなところでさ、一人で、あ、ちょっと待って。いった ?1303 ポイント。釣られている男。ゲット。で、これ連続で映せないんで、下の一回カシャって取ったら、装填時間があるんで、下の07式。で、これが装填されるとフィルムが装填っていうね。あ、でもこれさ、これで、そう、モーションセンサーでやるのも結構いいかもな。こんな体勢で取ったの？片手で取ったのかな？射影機の扱いのプロ。で、ここでしょ？回収しよう。これまた怖いな。赤いキーホルダーの鍵。ひそかさんの元へ戻ろう。あっ、いる。モーションセンサーいいね。てかあんまり振りが、コントローラーの振りが早いとちょっとこの人形も怖いな。こっち向いてたっけそもそも。射影機はまだ鍛えられないかな。まあまだ全然チュートリアルだからね。こんな端っこでさ、すごいなこの人も。慣れるのかな、人間は慣れるのかな、やっぱりこういうので。この部屋にあるよね。探してみましょう。あれ依頼品ってなんだっけそもそも。今なんかこうさ、光る場所がさいまいちわかんないんだよね。ユーリ、射撃で探してみて。はい。隠されて見えなくなっているのかもしれない。これ。待ってユーリ、そこに何かあるわ。間違えした。予備。これもう。正しい位置角度。どういうこと？ L2 をしながら L1、R1。 あ、こっちでも角度変えられるのか。くそ、ずれた。あ、多分右回りか左回りかっていう感じだな。ちょっとずつやらないと。ちょ待って。L2 をしながら L1 って難しいんだけど、指的に。結構しっかりした本だな。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。そうだよ、深夜手当なんてやだよ。ここはあんまりいい場所じゃない。今さら入る前からそんなの分かってるでしょ。こんな場所がいい場所だなんて思う人誰もいないで。さっさと出よう。こんなとこ。ひそかちゃんどこ行った？早っ。これ上反応するよね。勝手にしまった。ちょっと行きたくないんだけど。今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。なんか音がすごくない？来るか。待って先生、待って。消えよ。捕まる。待て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 。何ひどくない？反撃。お、フェイタルヒールだ。射撃を使えば霊を追い払えるかもしれない。攻撃。撮影対象を攻撃すると、撮影すると攻撃できます。キャプチャーエリアが攻撃範囲内。撮影にはフィルムが1枚必要。射撃を構える。ロックオン。はい。で、フィルムチャージ中はダメです。で、これ弾は一緒に入ってた方がいいんだよね。なんかこれあ、違う、多分攻撃すると弾がどんどん増えていくんだ。そう、あ、いなくなった。そう、例のかけら。あ、なるほど、そういうことね。シャッターチャンス。5個以上の撮影対象があるときはシャッターチャンス。ヒットバックできます。あ、ちょっと難しい。はい、多分ね、最初ちょっといっぱい出してチャンスの時にで、07式はそうこれでいっぱいあるから、この時に攻撃。フェイタルフレーム出る。で、ここか。もう一発いけねえし。ピュラメント。攻撃可能な距離。ある程度近づかないといけません。近づいて撮影してください。フェイタルを狙うかどうかだよね。ちょっとむずい。こいつは消えるからな。ちょっと一回距離を取ろう。どこだ、マジでどこ行った。あ、いた。映しつつ、弾を出しつつ、少し距離取りつつ、結構パワーあるね。ちょっとダメージいくつになってるくらい。シャッターチャンスが難しい。まだ生きてる。のかよ。しぶといやつだ。ダメージいくつだ。どこだ。倒した。トータルダメージか。いくつくらいだったのかよくわかんない。こいつのヒットポイントもどれくらいだったんだ。霊一体倒すのにそれなりに時間がかかったな。え、ひそかさん、君は何してたんですか。ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。退職させていただきます。私は一人だ。先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、ヒソカが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。なんで真ん中から見んの？最初のページから見ろよ。密かから影見を教わった有利、廃旅館から北条蓮の依頼品である弔い写真を持ち帰った。蓮は一つの悪夢に悩まされていた。自らの手で一人の少女を手にかけた。夢なのかまことか、真相は闇の中。残影ランク B。 そっか、ランクが出るんだっけ。所持消費アイテム生産、あ、そうかそうかそうか、これミッションごとに選べるんだっけ。一回クリアしたところでポイントはアイテムに還元される。万葉丸と御神水、この2つをゲットした。両方とも回復アイテムですね。コンテンツが適用。もう衣装変更できるの早くない？あ、こことここができるようになってる。いうわけで、ちょっともう一回1位の雫、裏でね、やって、ちょっともう一個の操作方法の方のオプションで変えてみて、しっくりくる方でやっていこうと思います。というわけで、次回は2の雫、日神山からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。